はい、どうも、こんにちは、クレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回は、CS 第2弾、ステータスランキング&全選手能力徹底解説をやっていきたいと思います。前回のね、TS 第1弾が登場した時に、初の試みとして投稿して、まあ、結構ね、好評いただきましたので、この TS 第2弾というところでも動画の方をやっていきたいと思います。まあ、この動画どういう動画なのかっていうと、まあ、よくですね、コメント欄とか、あとはま、Twitter とかでもですね、誰々って当たりですかっていうような質問とかツイートとかってよく見ると思うんですけれども、まあ、そんな疑問にですね、100% で返せる動画っていうところを目指していきたいなと思っています。ただですね、この誰々って当たりですか問題に関しては、究極を言ってしまうと人それぞれオーダー次第でですね、まあ、大きく変わる場合も当然ありますので、一概には言い切れない部分に当然なってしまうんですけれども、まあある程度一つの基準になる動画ができればいいかなというふうに思っています。ただですね、まあ、前回もそうだったんですけれども、どの選手も極端に外れ扱いとかっていうところをするつもりはないので、まあ、そこは安心していただければと思うんですけれども、まあ比較的普段の動画に比べればかなり能力に関してはシビアにお話ししていければと思っているので、まあそういう動画がちょっと苦手だなっていう方はぜひここでブラウザバックしていただけるといいのかなと思います。まあかなり長い動画にはなってしまうと思うので、累計とかガチャで出た選手だけピンポイントで見るもよし、もしくは狙いを想像しながら全選手見るもよしというところで、まあぜひね、最後まで楽しんでいただければと思います。ということで、早速本編の方やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはステータスランキングから発表していきたいと思います。まずは野手編ですね。野手は打撃3ステランキングと総合6ステランキングを前回同様に発表していきたいと思うんですが、まずは打撃3ステランキングですね。はい、第1位が日ハム小笠原選手が232、第2位阪神鳥谷選手が228、そして第3位に楽天鉄平選手が225という形でランクインしております。で、総合6ステランキングですね。第1位が阪神鳥谷選手469、第2位が西武伊藤選手423で、第3位に日ハム小笠原選手412というランキングでございました。はい、まあこれを見れば分かる通り、鳥谷選手がかなり圧倒的な総合値は持っているのかなというふうに思います。続きまして、投手ですね。はい、投手は今回4名しかね、登場していないので、第1位だけ発表していこうかなと思います。まずは投手の3ステランキング、9位制球スタミナですね。はい、この3地でのランキング第1位が笹岡選手ですね。はい、広島笹岡選手が242という圧倒的ステータスでございました。続きまして、変化球の数のランキングですね。球種数ランキングは第1位が2人おりました。はい、その2人がソフトバンク大隣選手と DeNA 寺原選手ですね。はい、横浜寺原選手というところが2人それぞれ5球種というところでナンバーワンという形になりました。まあ今回は全体的に投手の変化球の数がそこまで多くないラインナップになっていたのかなっていうところがこれでわかるかなと思います。で、守備も含めた総合6ステランキングですね。はい、こちらのランキング第1位は中日浅尾選手でございました。こちらが448という総合ステータスなんですけれども、まあこの浅尾選手のね、徹底解説の中でもお話しするんですが、中継ぎ全体の中でも現時点ダントツ1位なんですよね。はい、もうここは本当に素晴らしい能力だなというふうに思います。で、まあランキング結果を総括すると、今回野手投手ともに本当に最強は決めがたい形になっているかなと思います。まあ強いて1人ずつ決めるなら、野手ナンバーワンは日ハム小笠原選手、投手ナンバーワンは中日浅尾選手って感じで個人的には考えております。うん、まあもちろんね、投手もかなり人数は少ないですし、野手もそれぞれキャッチャーが2人出ていたりとか、ポジションごとによっていろいろね、査定の部分も全然変わってくるので難しいところであるんですが、まあ究極2人を決めるならこんな感じかなというところでございました。はい、ということで続きまして、12選手能力徹底解説&評価、ここからやっていきたいと思います。で、この評価なんですけれども、前回同様特 A、A、B、C の4段階で決めていきたいと思います。で、それを決める上で以下の5つの部分でそれぞれ5段階評価をしていきたいと思います。デフォルトの能力、称号を含めた能力、特殊能力、突のしやすさ、リアタイ部分というね、5部門で5段階評価やっていきたいと思います。で、あとはここも前回と変わっていないんですが、おすすめの使い方ですね。はい、どこで使うのがベストなのかというところのお話ですね。で、前回の動画のリクエストでですね、打順も教えてほしいと、おすすめの打順も聞いてみたいというコメントをいただいていたので、今回から野手は打順も入れていこうかなと思います。で、あとは同ポジション内でのランキング、その TS 選手が同じポジションの中でどれぐらいの位置づけなのかっていうところをね、いろいろとお話をしていければいいかなと思います。はい、ということでも早速やっていきましょう。まずは西武伊藤選手ですね。はい、ここは評価 A とさせていただきました。はい、まあこちら能力が73、70、67という3ステにはなっているんですけれども、まあ、やっぱり保守 A というところが魅力的かなと思います。で、称号を含めた能力5とさせていただいたんですが、まあここはミートパワーの同値がね、バッチリと決められれば非常に大きいかなと思います。まあ、最初のポイント解説の中でも言ったんですが、星1称号大砲がね、1点狙いになるんですけれども、まあやっぱりこれを決められるかどうかでかなり変わってくるかなと思います。まああとは補給 S というところですね。はい、ポイント解説の中では特に触れなかったんですけれども、補給 S という能力はやっぱり素晴らしいかなと思います。ただちょっと残念だったのは、キャッチャーとしての肩の能力かな
はい、肩の能力がもうちょっと高ければいろいろな部分でね使い勝手良かったのかなとは思うんですけれども、まあ、ここは D という評価になっております。でおすすめの使い方としては捕手でスタメンで使うかもしくは守備固めっていうところにベンチ枠でね置いておくっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。で打順に関してなんですけれども現役時代は8番が一番多くてあとは7番打てたところもあったみたいなのでまあ8番から7番っていうところが、メインにはなってくるのかなというふうには思います。でポジション内ランキングですね、はい、キャッチャーの中での比較はこんな感じでございます。はい、打撃3世ランキングだと第2位、総合6世ランキングだと第3位という位置づけになるんですけれども、まあ同じねキャッチャー西武というところでは森選手がね出てまして、打撃の3世ランキングで言うと森選手にちょっと負けちゃっているというステータスにはなるので、まあここちょっと難しいかなというふうには思っています。ただまあ森選手だったり他にキャッチャーいい選手を持っていなければ間違いなくオーダーに入ってこれる選手だと思うので、まあとりあえず当たった方はぜひね育成していただけるといいのかなというふうには思います。続きましてソフトバンク大隣選手ですね。はい、ここは評価 B とさせていただきました。デフォルトの能力が77、74、76という能力になっています。まあ称号まで含めて考えると QEA なんかも狙えたりとかっていう部分での使い勝手はいいのかなとは思ったんですけれども、まあこれでね球種の数とかもかなり多ければ称号も含めて能力5とかでもいいのかなと思ったんですが、5球種というところだとまあ他にもね限界突破のしやすさとかいろいろ考えていけば、まあ先発のピッチャーはいろいろいるのかなというふうには思ったので、まあ、今回はこういう評価にさせていただきました。ただこの大隣選手は限界突破4回以上できれば中継ぎもできるというところで、まあ、今年のシリーズ1はかなり中継ぎの適性がついている先発ピッチャーというのは少なくなってしまったので、まあ、その点では貴重な存在にはなるのかなというふうに思います。でこの大隣選手ポジション内でのランキングはこんな感じでございます。はい、投手3世ランキングが14位、総合6世ランキングが19位という形になっております。まあ先発はねかなり他にもたくさんいいピッチャーがいる中で激戦区ではもちろんあるんですが、まあまあこんな感じの位置づけになっているよという話でございました。まあこの大谷選手も難しいところであるんですけれども、まあ特にまだ先発の駒が揃っていないという方であれば全然オーダーに入れて OK だと思いますので、まずはね育成の方をしていただけるといいのかなと思います。続きまして2チャーム小笠原選手ですね。はい、こちらは評価特 A とさせていただきました。今回1人目の特 A ですね。前回の第1弾は福留選手とバレンティン選手の2名がね特 A という評価だったんですが、今回第2弾では1人目の特 A とさせていただきました。まあこの小笠原選手は今回のラインナップの中でも間違いなく目玉と言える選手だと思うんですけれども、まずはやっぱりミートパワーがどちらも AA に乗っているというところ、ここは本当にポイントとしては高いかなと思います。まあこの小笠原選手はねもちろんサードレスタメンで全然使うのも OK だと思いますし、あとは限界突破3回以上できればファーストっていうところもねできるので、まだ通常選手がファースト出ていない中ではファーストで使うよって方も多いんじゃないかなとは思います。でおすすめの打順なんですけれども、まあここは3番かな、やっぱり3番が一番ベストかなと思うんですけれども、まあこの日ハム時代ではですね1番とか2番とかっていうところを打てた時代もあるので、まあ、1番小笠原ないしは2番小笠原っていう攻撃打順っていうのもまあありなのかなというふうには思います。本当にね1時代前の2番強打者といえば小笠原選手がパッと思い浮かぶ方も非常に多いと思うんですが、2番小笠原なんていうオーダーもまあまあ面白いのかなと思います。でポジション内でのランキング、サードはねまあまあ激戦なポジションでもあるんですが、打撃3世ランキングだと第1位という順位でございます。でこの打撃3世の部分がねこの小笠原選手が出るまでは宮崎選手が2019シリーズでは1位だったんですけれども、まあ、その宮崎選手にかなり差をつけての1位に躍り出ましたので、まあどうでしょうね、この TS という部分ではこの小笠原選手を超える選手はなかなか出てこないかな、まあ、また OB でね落合選手とかが2019も出るとなればまた変わってくるかなと思うんですが、今現状は第1位という位置づけになりました。まあ守備サードの適性は C なんですけれども、特にサード他に持っていなければ全然スタメンで OK だと思いますし、まあ、もし宮崎選手とか持っていれば宮崎選手をサードでスタメン、小笠原選手を DH なんていう扱いも全然 OK なのかなというふうに思いましたね。はい、まあまずはここはね当たった方は大喜びしていただいて育成の方をしていただけるといいのかなと思います。続きましてオリックス後藤選手ですね。はい、ここは評価 B という評価にさせていただきました。でそれぞれ5部門がこんな感じなんですけれども、まあやっぱり今回初登場というところでトツのしやすさがねなかなか厳しいかなという評価になっております。でこのトツのしやすさですね、前回この辺の選手1でもいいんじゃないのというご指摘いただいたんですけれども、まあ、僕の中での1はイベントとかでの配布が全くないワールドスターをね、置いております。というのもまあイベントで今回もねランク自チーム TS 契約書というところは2枚ありますし、まあ、あとはランダムでも手に入る可能性はなくはないので、まあ、そうやって考えると最低でも限界突破2回はね狙って行えるというところを考えれば、まあ、ワールドスターの方が位置付けとしては1に近いのかなというふうには思ったので、まあ、1つのシェアスは2という感じにさせてもらってます。
。で、この後藤選手なんですが、まあ、使い方としてはセカンドでスタメンか、もしくはショートが超4以上というところ、限界突破4回できればショートを守らせられるというところ、あとはベンチ枠というところになってくるかなと思います。で、まあ、打順なんですが、まあ、比較的どこでも、いける選手かなと思います。ただ現役最多を調べたところ3番だったみたいなので、まあ、3番で使うのが一番すんなりな形ではあると思うんですが、他にクリーンナップ打たせたい選手がいれば2番とか、あとは下位打線というところでも全然使い勝手いいのかなというふうには思います。ミートパワーの同値も一応昇降次第では狙える能力になっています。ただまあセカンドに関してはね、いろいろ他の選手もたくさんいるというところと、まあ、あとは限界突破がなかなか厳しい中で昇降も1点狙いとかになってくると本当に厳しいので、ただまあこの後藤選手もね、今回初登場というところでかなり当たって嬉しいと思っている方も非常に多いんじゃないかなとは思います。続きましてロッテデスパイネ選手ですね。はい、ここは登場した時かなりねびっくりしましたけれども、今回このデスパイネ選手の評価は A とさせていただきました。で、それぞれ5部門でのね評価はこんな感じなんですけれども、まあなんといってもやっぱり限界突破のしやすさですね。まあ、ここはやっぱり現役のね A ランクも本当にソフトバンクでいっぱい出てますので、まあ、限界突破しやすい、限界突破できるという方は非常に多いんじゃないかなと思います。で、おすすめの使い方としては、まあレフトでねスタメンで使っていただくのも全然 OK だとは思うんですが、まあ守備能力を考えると、まあ DH かもしくは代打枠っていうところが安牌かなというふうには思います。で、スタメンで使うなら打順はまあやっぱり4番かな。このロッテ時代はね4番を一番多く打っていたと思うので、まあ4番かもしくは5番っていうところ、あとでラミレス選手のところでデスパイネ選手との比較はちょっとありますので、ぜひ見ていただければと思います。続きまして楽天鉄平選手ですね。はい、ここは評価 B という評価にさせてもらいました。で、この鉄平選手一番迷ったのが凸のしやすさの評価なんですけど、まあ過去にですね OB とかがたくさん出ているので、まあそこで A ランクかなり持ってるよという方もいるのかなと思ったんですけど、ただまあ現役の A ランクとかが出ているわけではないので、凸のしやすさは今回3という評価にさせてもらいました。で、おすすめの使い方としては、センターのスタメンもね全然ありだと思います。センター守備適正 B もあるので全然 OK かなと思うんですが、まあ、もしくは代打枠っていうところに置いておくといいのかなと思います。で、打順もですね比較的どこでもいけるかなと思っています。で、ここも後藤選手と同様に現役最多は3番になっていましたので、一応まあ3番がベストなのかなと思います。で、同じセンターの中でのランキングではこんな感じで、それぞれ6位5位という形になっているんですが、まあセンターはやっぱり激戦ですよね。本当に現役選手もかなりいい選手がいる中でという形にはなるので、なかなか難しいかなと思うんですが、まあセンターを持っていなければ、もしくは限界突破3回以上できればライトレフトっていうところも一応いけますので、まあ特に外野が手薄な方であればね、ぜひまずは育成していただけるといいんじゃないかなと思います。個人的には最初にも言ったんですが、この写真がかなりツボでございます。続きまして広島笹岡選手ですね。この笹岡選手も非常に迷ったんですが、評価 B とさせていただきました。ここね本当に迷った点としては、能力としてはめちゃくちゃ高いんですよね。80、76、86という点ではかなり高いんですが、やっぱりこの球種の数ですね。はい、投手を考えていく中で、まあ、球種の数っていうところはいろいろとね、まあ、かなり重要なポイントになってくるところなんですけれども、まあ3球種というところで、この球種数をどう捉えるか次第で、まあ、この評価に関しては大きく変わるかなと思います。もちろんね球種数そこまでこだわらないという方であれば、デフォルト能力5、昇降含めた能力5で評価 A なんていうところになる方も多いかなと思うんですけれども、ただまあ全体的に見ればやっぱり球種の数重視される方も非常に多いと思うので、まあ、今回はこういう感じの評価にさせてもらいました。で、まあおすすめの使い方としては、先発もしくは抑えというところもですね限界突破0でいけるので、まあ、そこで使うというのも全然 OK かなと思います。で、ポジション内でのランキング、これ先発なんですが、投手3捨て4位、総合6捨てが6位というランキングになっています。ただですね、抑えの適正 S の選手のみでのランキングで考えていくと、捨て的にはもう最上位になります。投手の3捨て、総合6捨てともに第1位という形になるので、まあ、ここはスタミナの部分がね大きく引っ張っている部分ではあるんですけれども、まあ、結論何が言いたいかっていうと、この笹岡選手はステータス的にはめちゃくちゃ強いんだよというところですね。うん、ただまあ変化球の部分をどう捉えるかっていうところで、まあ、人それぞれねオーダーで使えるかオーダーで入らないかっていうところになってくるのかなというふうに思います。続きましてヤクルト相川選手ですね。はい、ここも評価 B という評価にさせてもらいました。今回ねキャッチャーが伊藤選手と相川選手の2名というところで、まあ、今回は伊藤選手の方が能力が高いというところで、若干ね影に隠れてしまっている部分ではあるかなと思うんですけれども、まあそれにプラス今回 TS も初登場というところなので、限界突破もなかなか厳しいかなというところで、トツのしやすさも2という評価になっています。ただまあキャッチャーがいなければね、全然キャッチャースタメンというところ OK だと思います。先にちょっとポジション内でのランキングの話なんですけれども、打撃3ステ
て総合6捨てともに第4位というところで、まあ、キャッチャーもね現役選手そこまで能力が高い選手も多くないので、まあまずは全然ねキャッチャーいなければこの相川選手スタメンで使うっていうのも OK かなというふうに思います。ただまあヤクルトのね同じキャッチャーというところだとこの後古田さんなんかもね OB で出てくる可能性もあるんですが、逆に TS でキャッチャーが出ると OB でキャッチャー出るのかななんていうところになってくるので、もしかしたらヤクルト純正的にはこの相川選手が必須になる可能性も、まあ、大いにあるのかなというふうには思っています。続きまして巨人ラミレス選手ですね。はい、ここは評価 A という評価にさせてもらいました。まあここもね評価特 A でもいいかなと思ったんですけど、まあ、もちろん打撃能力的にはね称号も含めて考えればミート A パワー A というところも狙えますし、まあ、全然いいのかなとも思ったんですけど、とは言ってもそれも称号までいかないといけないし、あとはやっぱり守備部分ですね。はい、守備の部分ではやっぱり評価的には低くなっちゃうので、まあ、使い方としても基本的にはやっぱり DH ないしはベンチ枠っていう形になってくるのかなってことを考えると、まあ、評価 A かなというふうにさせてもらいました。ただまあスタメンで使うのであればおすすめの打順はやっぱり4番になるかなと思います。まあ、このラミレス選手ね個人的に4番以外打ってるイメージってあんまりないなと思って調べてたんですけど、シーズン全試合4番出場っていうのを5年記録されてたみたいで、いやこれって本当にすごい記録ですよね。全試合4番を5年間譲らなかったっていうのは本当にすごいなというふうに思います。はい、で先ほど言ったデスパイネ選手との比較ではこんな感じなんですが、まあ打撃3ステ部分ではラミレス選手の方が若干上、ただまあ守備も含めて考えた総合ステータスだとデスパイネ選手の方が上という感じかなと思います。続きまして DeNA 寺原選手ですね。はい、横浜寺原選手ですが、ここも評価 B とさせていただきました。まあ、ここもいろいろと難しい部分で称号を含めて9位スタミナ同値なんかも狙えたりとかっていう点ではかなり使い勝手もいいのかなというふうに思ったんですが、まあ、決め手としてはやっぱり能力に A がないところかな、A が狙えないというところでは、まあ、こんな感じの評価になるかなというふうに思っています。あとは限界突破の部分も今回 TS 初登場なのでなかなか厳しいかなというところで2という評価にさせてもらいました。ただここも大隣選手と同様に中継ぎ適正が D あるので、このシリーズねかなり中継ぎ適正外された先発が多い中では扱い勝手いいのかなというふうには思います。ただまあここもねやっぱり超4が必要になるので、まあ、なかなかできる方も限られてくるかなと思います。ただまあ DeNA 純正にとっては間違いなく必須級の選手だと思ってますので、僕自身も取りに行きますし、まあ、間違いなく純正やってる方はオーダーに入ってくる選手なのかなというふうには思います。続きまして中日浅尾選手ですね。はい、ここは評価特 A とさせていただきました。はい、今回2人目の特 A ですね。まあここもいろいろと評価迷った部分も非常に多かったんですけれども、まあ、やっぱりなんといっても称号次第では球威制球どちらも AA になるというところと、あとは限界突破の部分も去年覚醒が出ていまして、そこで限界突破要因集めておいたよという方も非常に多いと思いますし、あとは過去シリーズもね出ていますので、そこから継承という方もいるのかなと思います。あとはやっぱり決め手としてはポジション内でのランキング中継ぎの中での比較をしていくと本当に圧倒的な数値を誇っていることが分かると思います。もう本当にマジで中継ぎ最強クラスなので、まあ、この浅尾選手を特 A にしなければ誰が中継ぎ特 A になるんだという形になるかなというふうには思ったので、まあ、この浅尾選手は特 A という評価にさせてもらいました。まあ、ちょっと球種数とかをね考えていくとちょっと使いづらいなって感じる方もいるのかなと思うんですが、ただ B 球種以上が3つという点では4球種だけでもそれ以上の価値はやっぱりあると思いますし、先ほど見ていただいたランキングを見ていただいても他の中継ぎ選手とかなり差があることがわかると思うので、まあ、間違いなく12球団オーダーで最強の中継ぎを組もうと思ったら入ってくる選手になると思うので、まあこの浅尾選手ね累計とかで手に入れた方は喜んでいただいていいんじゃないかなというふうに思います。で最後阪神鳥谷選手ですね。はい、ここは評価 A という評価にさせていただきました。まあこの鳥谷選手もねかなり評価難しい選手ではあったんですが、まあ特に凸のしやすさの部分ですね。はい、凸のしやすさの部分では現役の A ランクもね過去シリーズかなり出ているので、凸のしやすさは5という評価にさせてもらいました。であとは証拠を含めた能力でミートパワーの同値も狙える形にはなるので、まあ、ミートパワーのね同値ができればかなり使い勝手の方は良くなるかなというところと、あとはやっぱり守備ですね。守備適性は B なんですけれども、捕球とスローイング、そして肩のね能力のバランスかなり高くなっております。でここで主なショートとの比較なんですけれども、まあショートはですねかなりいい選手が第1弾でも中島選手が出たりとかでいい選手たくさんいるポジションではあるんですけれども、まあ、比較するとこんな感じでございますと。打撃3世ランキングだと第3位なんですが、守備も含めた総合6世ランキングだと第1位に躍り出るという形でございます。まあ能力のバランス的にはそうですね、ショート A と打力っていうところを考えると坂本選手がやっぱり強いなというところなんですけれども、まあ、全体のバランスと考えていくとこの鳥谷選手がナンバーワンと言えるんじゃないかなというふうには思います。なので、まあ、ちょっと前回の段でね中島選手を手に入れてるとか、あとは坂本選手のシリーズ1を持っているという状況だと難しいなというところなんですけど、特にまだこのシリーズショート持っていないなという方とか、あとは阪神純正的には間違いなく必須な選手になると思うので、まあ、ぜひね獲得していただけるといいのかなというふうに思います。
はい、ということでございまして、かなり長い動画になってしまったかなと思うんですが、以上今回の TS 第2弾ステータスランキング、そして全選手能力徹底解説でございました。まあ、この動画が全てというわけではないですし、もちろん人それぞれ感じ方はあると思うので、ぜひですね、皆さんのご意見ご感想なんかもコメント欄にて書いていただければと思います。まあ、前回も言ったんですけれども、ぜひね、こんな項目追加してほしいとか、まあ、そんなリクエストもね、ぜひコメント欄にて書いていっていただければというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひもこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。